海外行くとか何だったのメンバーやファンへの裏切り騎士ユタの飛べ介入ウェルナンバー i 応援できる 66%6% 応援できない人たちの理由は独自アンケート10月15日元ジャニーズ事務所でキング・ピースに所属していた岸優ユタがエンターテイメント会社飛べへの合流を発表した9月30日に事務所を退所して以降 去就が注目されていただけに、今回の発表は大きな反響を呼んでいる。同社の YouTube 生配信では、先に渡米加入していた元キング・アンドピスの平野氏を、神宮寺勇太と、新グループ、ナンバー・ I を結成することも発表された。グループ名への思いについて、騎士は一番を目指すのは大切なことですけど、何より大切なのは道筋。 その中で、いかに僕たちらしく楽しめるか、ファンの人たちと一緒に楽しめるかっていうのが愛の一つ。引きで見ると、ナンバーワンにも見えるじゃん。オンリーワンで、ラブの愛にもなる。と、自身の解釈を語った。2022年11月、平野、神宮寺、騎士のキング・アンドクス合体が発表されてから、もうすぐ1年が経つ。長瀬角。 橋山は事務所に残り、現在も金プリとして活動していて、脱退組の3人も新グループを組み、ようやく一段落ついた形だ。ナンバー・ I 結成に祝福の声が上がっているが、一方で永瀬、橋のファンである蓮海カからは、ナンバー・ I に対する厳しい声も聞こえてくる。そこで、本市は女性500人にアンケート調査を実施した。 岸の飛べ介入、ナンバー、I 結成という一連の流れについて、応援できる、応援できない、の2択を選んでもらった。応援できると答えたのは332票と約66%、応援できないと答えのは168票と約33%という結果に、それぞれの理由を聞いてみると、こんな回答が返ってきた。応援できる332票。 視覚それぞれが決めた道。ご自身で選ばれた道なので応援したい。テレビで見かけるとき、いつも元気で明るい様子を見ていたので、好感度が高いです。これからもテレビで見たいし、活躍してほしい。どういう理由があったかは本人たちにしかわからないし、本人たちが楽しく活動できるなら応援したいと思う。金プリでの5人の活動は、方向性の違いがあったと思うし、 悔しいけど仕方ない。人生の選択は個人の揺るぎない権利であり、一個人が決定したことに対して批判しようとは思わない。彼らの様子を俯瞰してみても、生半可な気持ちで活動を始めたのではないことは一目瞭然なため、ひとまず応援しようと思う。全員が戸部への移籍もできた中、長瀬角と橋山は、金プリは自分たちが守る。 と、二人で決断して事務所に残っている。ツアーもやるほど二人で活動してるし、事務所を退所した三人は、今のジャニーズ事務所じゃ仕事も少なくなるから、都米への移籍はいい判断だと思う。それぞれが決めた道での芸能活動については、みんなが成功するよう応援したい。岸さんが選んだ道であって、周りがとやかく言う必要はないと思う。 キシさんが、そこで頑張りたいと進んでいるので、視聴者側は頑張ってと背中を押してあげたい。資格金プリ解体は事務所のせい。金プリはジュリー前社長が気に入らなかったことで圧力を受け、分裂させられたことは一目瞭然。アーティストの人権は無視されて、奴隷のような契約でがんじがらめ。 岸さんや戸部の活動は、そこから何とか脱出して展開されたものだと思うので、応援したい。権力を傘に来て圧力をかけるやり方を変え、実力で実績を築いていく歴史を作ってほしい。金プリが解体されたのは事務所のやり方のせいで、本人たちは不本意だったように思うから、彼らのやりたいことをやっていってほしい。 分裂してしまったのは悲しいが、原因はジャニーズ事務所にある。本人たちは悪くない。資格また5人で揃う姿が見たい。バラバラになる前の金プリの時からメンバー全員を応援していました。バラバラになって、今後のことも何もわからなかった時は、とても悲しくて仕事も手につかないほどでした。 でも、それぞれがまた表舞台に立ってくれて、とても嬉しいです。キンプリを残してくれた二人も、ナンバー、アイの三人も変わらずに応援したい。またいつか歌番組やバラエティ、何でもどんな形でもいいので、五人が揃うところを見たいです。もともとキンプリちゃんが大好きでした。 潮君たちが脱退と聞いてものすごく落ち込みましたが、また新しい形でスタートしてくれて嬉しいですし、楽しみでしょうがないです。残った連会も頑張っていて嬉しいですが、連会も3人に合流してほしいです。5人で1つです。応援できない168票。資格まだ受け入れられない。私は平野たんですが、 キング・アンド・ピスに未練があるし、5人が大好きなので、まだ受け入れることができません。5人それぞれの道を応援したい気持ちはあるので、早く自分の気持ちが落ち着くのを待ちたいです。キンプリ全員でジャニーズやめて、みんなでナンバー、アイ、で活動してほしかった。四角キンプリを抜けた意味はグループになるんだったら、なんでキンプリ抜けたん抜けた意味あった やめた時に言ってた海外行くとカナンやったんもう意味がわからん。連海と不仲だったとしか考えられへん。海外で仕事がしたいと言っていたのに日本で仕事しようとしてるし、英語や留学の勉強をしているかもなぞ。結局は新事務所でコンサートがしたいだけにしか感じない。やめた三人がここで頑張るのではなくて、三人でグループを組んでるのが不可解でしかない。 岸さんも退場した時は応援したかったけど、辞めた二人と同じ事務所に行ったし、グループを組んだことで一気に応援したくなくなった。資格残ったメンバーやファンに対する裏切り。長瀬廉くんと橋海人くんがかわいそう。今まで応援してきたファンの気持ちを踏みにじっている。岸くんは個人で活動してほしかった。三人で活動するのは見ててイライラする。 方向性の違いが何海外行くのも個人で行くのが怖いだけ。ジタンがどれほど傷ついてるか、ファンのために頑張ろうとしてるかという気持ちを考えたら、絶対応援したくない。それでもジタンが3人の未来を応援するって言うから、3%くらいは応援するつもりでいます。元事務所に残った2人のことは頭にないのかとても後味が悪い。 メンバーやファンを裏切ってる感じがする。言えないこともあると思うが、退社後のことはまだ決めていないと言っていたのに、と思った。あと単純に元ジャニーズが飛べに入り、今現在もジャニーズにいる仲間、元メンバーのことを何とも思ってない感が嫌だ。と、何とも思って